キラキララジオ はいさんこんばんはゆき肉大好きあーちゃんとイラミナ世紀ですいや夏い夏いいわこれこの感じ本当久しぶりだね久しぶり通り越して懐かしいになってんだからな懐かしい何か本当に久しぶりに友達に会ったような感覚あわかるわもう何話していいかわからんもうちょっと照れるよね照れるわ新さんさん早速久しぶりですねほらな嬉しい2週間休んでましたからね来てくれたんだでもそうですよ あーちゃんのキラキララジオやるかなやるかな<ぁ>って思ってくれてると思いますよ本当は、うん、なのにごめんねって夏いわ夏いねごめんねって <laughs> はい。今日元気に行こうそうですねうということでこの番組ではメッセージ募集しています <laughs> メールアドレスは761 at mark fmkoso.jp ファックスは098-934-8653です。また、FM コザでは Ustream で映像と音声を配信しています。FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますよ。皆さんたくさんツイートしてください。それでは、一旦 CM です。 台風とかいろいろあったからなあ,あそっかそうですよね、うん、台風そうだよバイトの話はとりあえずなしねなしで OK、うん、ですなし,な,しなしででも一応皆さんこんにちはみたいな入りでもいいよ本当 <laughs> あえて言ってみる待って大丈夫 <laughs> こちらはとか言けてる <laughs> ウけるわ <laughs> でもこれ大丈夫かな言ってやばい大丈夫かな夫市民の皆様から言っていやっぱそれ大丈,夫大丈夫だよ市民の皆様こんにちはこんにちはこちらはあーちゃんですごめん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 ったんごめんご 休みの間に何やってたかわかりませんけれども、もまあ忙しかったみたいですね。忙しかった。もうエンジョイ、エンジョイ、エンド、エンジョイ。エンジョイ、エンド、エンジョイやし、それ。<laughs> もうあそうそ<う>あ、もう久しぶりすぎて、何から話していいかよくわからんわ、俺。一週間だもん。どうな、どうなん、もう全体的にどうなの、トータル、何点トータル、トータル、うん、トータルでいうと。とりあえずミスドを食べまくった。食べまくったんだー。ミスドを食べまくったし。あとはなんだろうね。あ、もう最高なパン屋さんを見つけた。 あそうららいいじゃないですかそうそういう発見もありながらエンジョイしてたわけですかでもじゃあまず今日はもうコメントいっぱい減るお時ああそうだねそうだねシーサーさん関さん月曜夜のギノワよりこっちの番組の方がやりやすそうだもう残然です残念時間が短いですから気使わなくていい青野軍団さんあーちゃん来てるさああサボさんおようウグイスょう サクサクさん。あーちゃんだ、お帰りーって来てます。ほら、見ろ。ほら、見なさい、あなた。ああ。みんなありがとう。<laughs> アイドルとして捉えちゃった。<laughs> いいけど。ぽいけど。女に生まれて。 よかったちょっと古いんだよ <laughs> あだ番組休んでる間にもうそういうのなくなってっから全然本当うん懐かしいんですよ逆に残念だな残念だよ残念だわだから結構僕もそうですけど、うん、あなたも休んでる間に時代に取り残されてる可能性ありますからね、うん、あるよね、うん、そうで私多分先週ほら余興2人でやらないといけない余興をどうするかっていうのは多分終わってるかもしれないあなんかそんな話してた気するわ、うん、そう12月の結婚式に向けて結局 もう何の話も進んでないまんま今もうミスドしか食べてない、うん、もうミスドの新作食べたごめんごめん乗れないわ<と> <laughs> 多分こんな感じだっただろうなっていうのは覚えてるけど <laughs> 食べてないし乗れないですよマジか<ー>私はもうミスドの新作出た瞬間すぐミスドあなたあれですねまあ2週間じゃ2週間だけど、うん、実質3週間ぐらい会ってないですよそうだそうだよまあ3週間ってことはほぼほぼ1か月ですよほ <laughs> ほぼほぼ1ヶ月ってことはああ もう大体もう会ってないんですよ。大体会ってないね。本当の友達はいないよね。分からんけど、でもそう太ってもないし痩せてもないし、あんま変わってないじゃないですか。本当？うん。キープエンドキープ？キープエンドだからキープだかなんで二つ言ってんのか分かんないですけど。本当に？うん。もういい感じじゃないですか。まあ忙しくやられてたみたいですから。そうだね。でもね、け旅行から帰ってきてすぐ忙しくなったんですよ。ああ、そうか。そうか。旅行行ってたんだよな。 でで旅行ちょっとぱっとなったけど、またぱっと戻って、ちょっと戻ってって感じ、キープキープ、でもね、ミスド、本当においしい、きょうも5個食べたんですよ、もうね、すんげえの、久しぶりでもミスドの話は掴まないわけです、もう、掴んで話さないわけです、ミスドはさ、あれなんですよ、でも今日聞いて、ミスドの話していいそれ待ちなんですけど、あのさ、今、ハロウィンの商品が出てるんですよ、結構いっぱい。 あハロウィンなそ<う>ああミスト出しそう出してるでしょうん、うん、そんでレディーランタンっていういちごのチョコでコーティングされたかぼちゃのあの顔で中にクリームが入ってるっていう商品があるんですよいちごのクリームでいちごのチョコでコーティングされた中にクリームが入ってるものそれが私は好きでもうこのハロウィンシーズンにもう絶対絶対食べてやると思ってもう3回目だったんですよ、うん、今日食べるのが <laughs> あもう好きなんだそ,そうで3回目で食べてああ で私は結構好きなものはあ、うん、後,後に食べるタイプの女だから<あー> <laughs> クリームの多い部分を最後に食べたいからクリーム内径の部分が食べてたんですよ周りから、ね。周りから食べたってこと<う>はいはいそしたらいつまで食べてもいつまで食べてもクリームが出てこないんですよ。はい、えなんでだって真ん中にあるんでしょそう。うん、で結局食べ終わるもほんとにあと口で食べ終わるときに、うん、やっぱりこれはミスだと思って。うん 私はもう我慢がならんかったんですよ、まあ。クリームを食べるがために買ってるみたいなもんだからな。で、いや、これは電話しようと思って、ミスドに。<密度>に <laughs> ミスドに。これ電話だと思って。<笑><笑>もうさ、だってさ、これを食べるために、もう結構我慢したんですよ。明日ミスド食べるから 昨日の甘いものは、じゃあ今日は我慢しようとかさ、わ、うん、かる、あなたの場合は、僕、よくわかります、で<よ>あの食べたいものの,もののために頑張るタイプですからね、なのに、このありさまはこれはないわ、ミスドさんと思って、まあまあ、そりゃそうだ、ミスドさんのこれ、この商品を今日買う人のために、うん、絶対また大変なことになるから、ね、入れ忘れた商品がな、<う>並んだら他の人も悲しがるから。ででもうすぐ電話して、うん、での ごめんなさいすみませんでした」って返金にするか同じ商品をもう一度ってなったんですよあ対応いいねよく対応してくれたんだだって分かんないでしょ向こうからしたら嘘かもしれないしそうだよなしかも私レシートは捨てちゃったんですよあはいはい買い物の基本のよねでこの人にレシートは捨てちゃったんですけど先買いましたなんとかというものですよかった俺ちょっとミスドやるからあなたちょっとクレームの電話入れてくださいいいですかはい ちょプルルルプルルルはいミスタードーナツですちょっとここでドーナツ買ったんだけど <laughs> ちょっと何言ってんのか分からないこええそんなテンションでクレーム言わないでしょあなたクリーム入ってないんだからそうだよ、ね、思い出してその時のことプルルルはいミスタードーナツですあすいませんあの先ほどそちらでドーナツを買ったんですけどはいちょっとクリームが入ってなくてすごいショックで、はい、どうしてくれますか クリームが入っていなかったと入っててなくどちらの商品でしょうかハロウィンのレディーランタンっていう商品なんですけど私それはすごい楽しみで今ダイエットしてるんですよでもダイエット中だけどミスド食べたいからミスドのために1週間我慢してやっとのドーナツだったんですよはいますちょっと何言ってるか分かるんですけどごごめめんんやっぱだめ無理だわ俺ミスドの人じゃないから久しぶりだからちょっとやめようそうだなサーファーさんもショートコントミスドって来てるけどごめんなさい コントでもないコントでもでもないじゃあクロスのまあ電話してでそのどうしたのそれ商品商品はねもう返金してもらったお金に変えてああそうそうかそうかクリームいらねえじゃねえけ我慢できてるちょっと満たされてるやつそのクリームなしでだってもう5個も食べてるからそうそうそう個数が個数だからさすがにやばいなと思って今日は六個もいらねえんだよなまた来週のお楽しみだなと思ってああまあそうかいやでもそうやってさ ちょっとこのわ,わけわかんないけど、うん、あそうなんだと思ってクレーム対応してくれる企業っていうのはさすがよねさすがねああさすがだと思うあなたもしこの番組にクレームが来たらどうするんですかどうしようちょっと何言ってるかわからない番組<笑><笑>水曜の8時からやってんだけどっつってどうしよう僕ちょっと番組宛のクレーマーやりますから、うん、オッケーオッケーあ,あなたパーソナリティとしてちゃんと答えてくださいよオッケープルルルプルルル はい、こちら、あーちゃんです。あ、失礼します。はい。でき、大丈夫だわ。本当大丈夫。諦めちゃうわ。クレ、クレーも言わさないクレーも言わさない。逆に言わさない。あの、そうかそうか。あ、まあ、それも一つかもわからんけどな。ね。うん。え、待って、ルドルフ2 0 6一さん。はい。来週はもう、ランタン売ってないかもって。マジでそうだよね。ハロウィンだから来週ハロウィンだよ。 じゃあもう来週で多分売りり切れいううかも終わだ来週の水曜日11月の一品ですからねあなたハロウィンなんかやんないのえどうしようもうやりたがりやりたがりやりたがり恥ずかしがりやんのやりたがり何やるんかななんかやりたいねせっかく去年もさ何かな何かるしてからさやるやる詐欺してからさあだなだからほらでも11月でしょやるやろっかなせっかくだし番組でやるっつう話うんそうだねなかかぶり物じゃやろ かぶりなかぶり物物なを何系でいくやっぱかわいい系とかほら女の子の場合はさ<ー>ちょっとひらひらしたス,ケスカートつけとけば OK みたいなところあるでしょうん、うん、やだなそういうのあ,あ,おあそう本気のやつやりたい本気のやつをやつゾンビとかやるかなあ,あゾンビなゾンビとかうんやるかな俺はじゃあ何しようかなうん何あるおじ そのままなし変装なしそのままいける心の問題だ心で仮装してるからわあ名言出たねでもそれいいと思う心で仮装してたら辛いこととかもなさそうじゃないあそうな仮の自分になるっていうかなほら俺なんかはほらんていうか心ではいつもヒーローだからあ大事よね正義の味方演じてますから本当だからみんなにこう優しくできるんですよやっぱ。 本当車から降りるときも「とう」って言うし「ダッサン」何がよ考えてみなさいよな降りるときでよかっこいいな「とう」って言って降りてすごいなやってみ今度結構面白いやってみようね そうそうそう,そう最近ね行きつけの病院があるんですよ行きつけの病院なんか安心して聞けない話になってきたけど <laughs> どうしたの結構行きつけの病院があってもう1年ぐらい行きつけしてるんですけど、はあうん、そこの先生たちが「いやすごいあーちゃん痩せたね」ってちょっと気づき始めたのが先7月とかから気づいててくれてでもこれ以上行っちゃダメよみたいな話を結構ここでしてたんですよ、うん、ああちょっと急に痩せすぎてんじゃないかっつって心配してんだよ、ね、に でもまた何かやってたねもう何したの教えてってなってうん、うん、なんかね本当に実は1 k をちょっとリバウンドして今また頑張らんといけんみたいな話したらいや全然もうすごいすごいって言って、うん、なんかいつもあーちゃんは楽しそうだし充実してていいな可愛い,いしって言われたんですよ。 どうしようっつって。その何病院？も <laughs> う何の病院の話してんの？ま、なんか点滴とかするとこ普通の病院か。<laughs> 普通の病院。<laughs> なんかよくわかんないけどすげえ褒めるやつが集まってくる病院なのかと思ったけど。<laughs> もう普通のただの点<あ>滴とかする病院。普通,普通の病院ね。あそ,そう。あ,そうあれ嬉しいなって。いやまあ周りの人からもそう見られてるっていうことはいいことじゃないですか<当>あ。あなたが頑張った証拠ですよ。マジ？痩せてるからさ。うん あなたハロウィンはちょっとやっぱそういう系で行った方がいいんじゃないですかそう。足を出せない足を出せないごめんなさい。いやいや、足出すとかじゃなくて、<あ>ほらほらあ、棒とか。棒 <laughs> <laughs> 分からんけど。もうちょっと頑張るしてもうちょっと、絞ろろ。もう全然もう全然。<laughs> うん、んな感じ難しいですね。でもほら、昔僕らの頃はハロウィンなんてなかったですから。 そうだよねこの年になってハロウィーンいえってなかなか言い切れないんですよだから、やるとしたらあなたみたいな若者にちょっとのっかりで分かったよ、やるよって言いながらウキウキするタイプしたいんですよ、僕は。なるほどね、ちょっと無理やりやらされてるけど楽しんでるよ、俺みたいな。一番楽しみたいと思ってるからじゃあ、なんかかぶり物持ってくる、来週2つかぶれるかな、俺。いけるかな ?1 個取って、1個取って叩かれるよ、やはい。 青野軍団さんあれ妊娠したんかでもう一つミッキーヒトヒコさん、はい、酸っぱいもの欲しくなったって来てますねなんか勝手に妊娠してる話になってくる妊娠説になってますでも全然も甘いもの密度表5個食べてますからごめんなさい <laughs> <laughs> 妊娠はしてないみたいですね,ねあでもほらえっ、ー、と佐藤ミッキーヒトさん、はい、あの仮想のキャリーパンパンパン的な来てますよシーザーさんも可愛い系でやってみますか ちょっと派手めなやつどうですかみたいな話やりたいなそういう系ああ、ああそうまなた普段キャピキャピしてないですからねそうそうもうすさんでるもあのもうやばい闇闇闇。でも人に会ったらキャピキャピしてから闇よ闇だな怖いじゃあ友文さんははいい。心で仮装するヒーロー DJ みりんとあーちゃんこんばんは今度クレームの電話あれで終わりってきてますあれで終わりですあれで終わりですみりんなんですね 何だかよく分かんないですけどみりんって言われてるんですよ最近青野軍団さんも言ってるしも <laughs> 僕のせいじゃないと思ってるんですけど <laughs> みりんみりん、まあまあ、みりんのように加わったら甘くしちゃうぞってことなのかもわかりませんねうわーいいねうあなた料理できみりんって甘くなるんでしょ甘くなる甘くなるそうそう聞きたいんですよあなたにいい料理上手のあなたにああそ,そうでもないよいい見、うん、るって何 <laughs> 煮るってどううい状況ちょっとなんかあれじゃない弱火にかけて火にかけてる状態じゃない中に何が入ってんの煮るってええ、それはもうだしとかも入って調味料も入ってふん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 じゃないえ調味料って何やばいこの人みりんやばいよみんなやみやみちょっと疲れてるのかな疲れてるのかな分かんないんですよねほん砂糖とあ違う違う 醤油、みりん、酒、砂糖、塩とか、一応えだね。いうのを混ぜて、何かを煮込めば似てる。あ、似てる似てる。あ、じゃあ俺似てんじゃん。なんだ なんかただね、なんかただね。いや、もう、せいたかのっぽの、煮るもわからんやつがいるから。そいつに自慢してやろうと思って。あ、なるほど。あ、失礼しました。まあ、コメントもどうぞ。あ、青野軍さん、味噌割って来てます。味噌、味噌は。味噌で煮込むこともある。あ、味噌煮込みとかあるか。おいしいね、おいしい、おいしい。それは味噌だけなの。あ、でもね、味噌だけじゃ、やっぱりしょっぱいと思う。なんか、いろいろ結構、やっぱり。みりんとか入れたい。やっぱな、やっぱな。マイルドエンドマイルド。みりんはマイルドにさせるの。 うん、させるたりする。なんかみりんのやく、みりんって何。でもね、みりんは甘くするんだと思う。あ、やっぱり。うん、あ、身も心も甘くしちゃう。そう、みや。うまいね。どうでもいいな。どうでも、でもみんながなんかすごい盛り上がってるよ。ほら。あ、うですか。すごい、すごい。あ,まあ、らんま。そうそう。<laughs> 休みの間に変わったことなかったんですか。いや、休みの間ね、そうだな。あ、そうそう。あのさ、語らなってわかります。 知ってるしあのお菓子だようんあの冷たいお菓子だよアイスみたいなあそっちのカタラーナ絶対分かってないじゃん何がよい分かりますよカタラーナカタラーナぐらいカタラーナこれさスシローとかのお寿司のスシローであるんですよスイーツがカタラーナっていうあスイーツデザートにそういうのあんだそうへえ超美味しくて毎回毎回食べててで最近ねお店でカタラーナを見つけたんですよああるんだで買っちゃってうんうん あのね今うはねカタラーナについてカタラーナと思って気持ち悪い <laughs> こいつ気持ち悪い <laughs>、まあ、そもそもだからカタラーナが要は知らないんですよ僕なんかねブリューレみたいなブ,ブリューレ次ブリュ,ーレ,ブリューレ説明して何なブリューレんかねとにかく卵とか使われてるような,なん、ね、れスポンジケーキじゃ,じゃないなちどちらかというと濃厚な、うん。 クリームみたいなチーズケーキみたいなでもチーズではないんだなゼリーではないな<ー> <laughs> とにかく上は、うん、もう砂糖でもパリパリになってるわけ砂糖でパリパリか砂糖が固化されてそれがカタラーナあそれがカタラーナ、うん、えー、それをよく食べるわけそれ,それは超おいしくてね買っちゃってもうすんごいもう一人でももう,もう気づいたらないんですよ一人でカタラーナ <laughs> カタラーナ <laughs> ちょっと待って、その、そのカタラーナなんです。カタラーナ、何味なんですか何、何ラーナなんですか、それ。何ラーナっていえば、どちらかといえばカスタードクリームラーナって感じ。あカスタードクリームラーナ。わかりやすい。カスタードクリームラーナ。カスラーナみたいな。カスラーナなんです。あ、でもほら、サクサクさん。プリンみたいなのって。あ、サクサクさんは知ってんだ。そう、青野軍団さんもプリンの親戚だろ。そう。あ、サクラーナ。サク、サク、サな何て言えばいいのか。何て言えばいいのか。でも、プリンだけど、固いみたいな。 はあ、はあ、それプリンなのプリンの良さなのそれ味はプリンだねプリンをギュッとさせて、うん、パッとさせてメロンパン潰して食べるみたいなそんな感じではそうだねどっちまあ簡単に言えばでももっともっともっとあ,あそうそれがカタラーナな,なんですかそうそう探してみよう俺もじゃあ、うん、探しても本当においしい寿司ロイ行ったらぜひ食べてカタラーナカタラーナ、うん、カタラーナが回転寿司で流れてくるのそうそう流れてくるし、うん、もうすげえもうすぐ手に取ってほしい手に取ってほしいすごい あそうですかあなたのあなたのスイーツ好きは今に始まったことじゃないですからねただカタラーナ聞いたことないなもう食べてみてそうわかりましたじゃあ見つけたらね見つけたらもうおいしいパン屋さんも見つけたからもうどんどん今度教えるねうんあ沖縄パン屋さんいいみたいですからね本当にね青野軍団さんメロンパン潰してもメロンパンだろですよねパン潰して食う時ないあるよあるあるあんかわかるわるるわるるあるあ

まあそうですね。余裕があったらやってみたいと思います。ぜひやって。最近さ、私あれ YouTube よく見る YouTube ブニストじゃないですか。あ YouTube ブニスト。ブニストよく見る人。逆に YouTuber だ。そうそう逆の逆の YouTuber。それで最近なんか猫と赤ちゃんの動画とか見るんですよ。あどうしたの？すごい猫私ちょっと苦手だけど動物ははいはい。もうすごい可愛いんですよ。 あら、え、やばいやばい。やばい、癒される。だってあなた、ほら、犬とか猫とか蹴るタイプじゃないですかそうだね、蹴って、しャッって言うタイプ。ああ、やばいやばいやばい。え、どうして、どういう心境の変化なのこれ。蹴ってはない、蹴ってはない。蹴ってないか。でもね、なんだろうね。えすごいね、あの、なんか、微笑ましっていうの。にゃんにゃん。あ、うん。にゃんにゃん。うー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 ん。う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  な <laughs> 何でもいいやしマジで <laughs> 本当さえっあそうじゃ系癒やされたい今までは大食いとかミスド大食いとかしか見てなかったんですよずっとだってほら食べる動画ばっか見てたんでしょう,うなのにね猫と赤ちゃんの戯れる動画見始めて最近でも俺も YouTube ハマってんすよまたほらでしょハマるよね都市伝説ほらほら都市伝説都市,都市伝説切り <laughs> ないわけよで夜 あのイヤホンで聞くんすよ。いいね、いい夜だから、電気も消えてね。で、聞いてるさ、なんか物音したと思ったらすぐイヤホン取るわけ。何もないわけ。うーっと思って、ごめん、それだけ。どうでもいいな、どうでもいいな。もう、止めとぶね。ルドルフ2006です。ミスドとカタラーナ、どっちが美味しいのああ、そうだ、あなたミスド、ミスド、もう好きですから。私もミスドニストだから。ミスドニストって言うんですねミスドだね。 どっちかっていうと、そりゃもう見せと。カタラーニャ、んカタラニャ。な、なになのカタラーナカタラーナ、カタラナか。なんか可愛いから。あ、大丈夫です。もう、も大丈夫です。オッケーオッケー。ほら、ね。ないんかいな。ごめんなさい。コメントいくのかなと思って。あ、ごめんなさい。じゃあやりましょう。はい。 ミキヒトさん、はい、ミキヒトさんは猫を語らなちょ、まあ猫の話したから、うまいですね。あ、上手くはないとおもいます、ね、シーサーさん、はい、近くに猫がいますが、決まった場所に座っていて賢いなと思ったりしょう。ああ、猫ね。猫そういうところあるよね。最近の野良猫はコンビニが家ですからね。ああ、いいよね。コンビニの周りとか本当にいっぱい猫いるんですよ。いっぱいいるね。ご飯ももらえるのかな。いやあ、それが昔。うん 駐車場が結構広いコンビニで車でチキン食ってたんですよ、僕。そしたらチキンとかすぐ分かるじゃん、あいつら。で、猫が来てにゃにゃ外で泣いてるわけで見たら親猫で子猫が3匹ぐらい周りにいるんですよ。で、チキンの骨をあー。 あげようと思ったんですけど、うん、親猫に渡そうと思ったら親猫見向きもしないんですようん、うん、だからまあ要は子猫たちにあげてって言ってんのよいやーすてきーでそこで僕が何をしたかというと親猫の口元にわざとチキンを持って行って「うん、ほらお前食べてみろよ」っつってグリグリってやったんですよ、うん、そしたらでも顔を背けて食べない お母さん僕もそこでさすがにねちょっと反省しまして本当はだめなんだろうけどまあちょっと子猫に後輩っつってちゃんと片付けてねっつってあ。やりましたけどもう親猫の口元にお前が食べるどうせお前食べるんだろうってややってる自分もう卒業しましたから卒業しようそんな自分十分卒業してますからよかったよかったそんな話でしたてサクサクさん先生 パブロのチーズケーキ食べまましたかって聞きますパブロのチーーズケーキパブロっていうお店もあるんですよ。あそれ有名じゃないあの、ベタベタのだろそうそう、トロトローでしょかロトロトロー <laughs> か。表現の違いだな。わ <laughs> かりますよ。あれ、結構お土産とかで、いいよね、うん。差し入れとかでこう持ってきてくれる人いますから、昔よく食べてた本当いつかワンホール食べ。 やりたいベタベタベベベベタタタタかになるまで相変わらずあなたもちょっとそういった感じでお菓子ばっか食ってて安心しましたよ久しぶりでしたけどねみんなもいっぱいコメントくれて本当に今日は楽しかったね待ってたんですよみんなみんなありがとうそんな皆さんに今日も一言いただいていいですかはいカタラーナはいということでなんでためいきましってんだこいつ <laughs> もう今日も超楽しかったね。はい。いやー、くよせーの焼き肉大好き、あーちゃんと <laughs> イラミナス駅でした。<laughs> バイバイ。せーのじゃないですよ。<laughs>